ロリ・ロックリンはアメリカの女優、ニューヨーク市クイーンズ区出身、ABC のシットコム、フルハウスのレベッカ役で知られていた。ロックリンは1964年7月28日、ニューヨーク市クイーンズ区で生まれる。12歳の頃からモデルとして活動し、広告やテレビ CM で活躍した。1988年から1995年に、 かけて、フルハウスに、レベッカ役で出演した。第2シーズンからゲストとしての出演であったが、第3シーズン以降レギュラーとなった。2004年から2005年まで、ザ・ WB で放送された、テレビドラマ、サマーランドでは、主演並びに制作葬式を務め、2008年より、ザ・ CW で放送された、シンビバリーヒルズ青春白書では、デビー・ウィルソン役で、第3シーズンまで、 レギュラー出演していた。2013年から、ホールマークチャンネル制作のテレビ映画シリーズ、ガレージセールミステリーで主演を務め、2014年より、同曲制作のテレビドラマ、心呼ぶ時ホープバレー物語で、アビゲール、スタントン役で、レギュラー出演していた。2016年からは、フルハウスのスピンオフである、シットコム、フラーハウスで、オリジナルシリーズと同じく、 レベッカ役で出演を果たした。しかし、後日の不正入学事件を受けて、ホールマークチャンネルは、ロックリンが出演するすべての制作番組において、出演契約を解除したことを発表した。1989年に銀行員のマイケル・バーンズと結婚するが、1996年に離婚した。1997年にファッションブランド、もしものデザイナー。 もっしもジャヌリと再婚した。二人の娘がおり、このうち次女のオリビア・ジェイドは、ユーチューバーとして活動し、インフルエンサーとして認知される。フルハウスで共演した、ジョン・ステーモスと交際したことがあったが、ジャヌリと再婚したこととステーモスが、レベッカ・ローミンと交際するようになったことが重なり、真剣な交際には発展しなかった。2019年3月12日、 娘二人を南カリフォルニア大学に裏口入学させるため、同行ボート部でのスカウト入学を装って、合計50万ドルを支払った疑いで訴追された。ロックリンは13日に逮捕され、保釈金100万ドルを納めて同日付で保釈された。また、夫、モシモも,しも,も本件で逮捕され、ロックリンと同額の保釈金を納めて12日付で保釈された。夫妻は、 資金洗浄と銀行詐欺の罪で起訴された。同年4月3日、事情聴取のために裁判所に出廷。15日、ロックリンと夫、モッシモは、資金洗浄と銀行詐欺について、無罪を主張した。2020年5月21日、有罪を認める司法取引に応じ、禁庫2ヶ月の実刑を受け入れた。ありがとうございます。